大人ニキビは皮脂によって毛穴が詰まった証拠。そこに赤根菌が増殖してニキビができてしまいます。ニキビの始まりのある毛穴が詰まった状態をコメドと呼びます。白ニキビが進行して毛穴の衣類口が開き、毛穴に詰まっていた皮脂や古い角質が酸化し黒くなると黒ニキビになります。 白ニキビが赤すると毛穴の中にたまった皮脂を栄養としてアクネ菌が増殖し炎症を起こしますさらに進行して黄色ブロウ球菌まで増殖し海がたまって黄色く見える木ニキビですここまで赤すると跡が残る可能性が高まります大人ニキビは口周り顎顎裏フェイスラインなど顔の下半分にできやすくなっています顔以外にも胸首背中にもできる傾向があります 原因は生活習慣やライフスタイル間違ったスキンケアなどです男性はヒゲ剃り女性はメイク汚れや生理によるホルモンバランスの変化も挙げられます脂分や糖分の多い食事ばかり食べていると皮脂の分泌量が多くなりニキビができやすくなります揚げ物や甘いものを食べると大人ニキビができますビタミンやミネラルタンパク質の不足が肌荒れ肌トラブルを起こしやすくします ニキビは予防が大切です。